中国共産党の重要会議、六中全会が閉幕し、40年ぶりとなる歴史決議が採択されました。異例の3期目続投に向け、習近平国家主席の足場がさらに固まりました。国営新華社によりますと、中国共産党の重要会議、六中全会は今日、中国共産党100年の成果などを総括する歴史決議を採択し閉幕しました。 党が歴史をを総括すすす。るる決議ののは、毛沢東、東商兵の時代に続き3回目です習近平指導部の脱貧困などの成果を強調するとともに習近平思想は現代中国、21世紀のマルクス主義だと習主席を強く称える内容となっていますが決議全文は発表されていません。 今回の決議は来年秋の党大会で3期目の政権を見据える習主席の権威を一層高める狙いがあるとみられます。